プリティシリーズプリパラアイドルランドプリパラプリティシリーズプリパラアイドルタイムプリパラアイドルランドプリパラアイドルランドプリパラはタカラトミーアーツより配信予定のスマートフォン用ゲームアプリ2022年春季サービス開始予定2014年に稼働を開始したアーケードゲームプリパラのシリーズ作品でアプリの開始に合わせて同名のウェブアニメ配信も行われる キャッチコピーはみんなで始めるアイドルライフ。2014年7月にアーケードゲームの稼働を開始したプリパラは2017年に後継機種のキラッとプリちゃんへの代替わりによって一旦稼働終了となったが根強い人気から2019年10月より稼働が再開された。その後2020年5月にタカラトミーの決算発表で 子会社のタカラトミーアーツがプリパラの新作アプリを開発中であることが公表された。開発はアーケードゲームと同じくシンソフィアが行う。同年9月20日にアプリのタイトルがアイドルランドプリパラに決定したことが公表され、12月6日より事前登録を開始。プリパラのアプリゲームは2016年9月から2018年3月まで、 配信されたプリパラプリパズ以来2作目で2021年春季のリリースを予定していた。2021年2月15日により良い品質のコンテンツを提供するためとして2021年秋へのリリース延期を発表。同年7月5日にはアプリの品質向上を理由として2022年春季への再度延期を発表した。 アプリの事前登録開始と同日の12月6日には同名のウェブアニメアイドルランドプリパラが2021年春にスタートする予定も発表された。テレビアニメ第2作アイドルタイムプリパラが2018年3月に終了して以来3年ぶりの新作となりメインスタッフは第1作プリパラ及び アイドルタイムの陣容が続投するが、前作に関与していたドンウェイ &E は本作に関与せずに、タツノコプロ単独で制作が行われるため、各和スタッフは交代している。こちらもアプリ版と同様の理由で、配信を2021年夏に延期することが発表された。その後、同年7月5日に、8月に第1話、翌9月に、 大令和をそれぞれ先行配信することが発表された。オープニングエンディング挿入歌。ありがとうございます。